皆さんこんにちは、ワンダルグルーです。では今回はシングルネボーベリーハードチャレンジシャー総水編続きをプレイしていきたいと思います。前回までに各サイドで連邦に対抗していた反連邦組織、これの救援を行っています。さらにサザビーも完成しているという状況なので、今回からいよいよ地球寒冷化作戦、その第一弾としてフィフスルナ落とし作戦のね、発動までまず進めていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。ここにいるのがシャー大佐ですね。サザビーに乗ってます。残念ながらサザビーでマックス改造までできていないんですが、代わりといってはなんですけども、フルフロンタル、シナンジュがフル改造済みです。なので、このフルフロンタルを前面に出した戦いをしていければいいかなと思っています。シャリアブルもですね、フル改造済みのアルパージールに乗ってもらってます。まあ、いろいろな意味で楽しむかなと思っています。ハマーンとララーのキュベレもマックス改造済みですね。まあ、すでにね、この時点でキュベレが狂気体という位置づけかというと、まあ、決してそうではないんですけども、ララーとハマーンが乗ってれば、一世代前のこのキュベレでも十分強いですね。こちらがサザビーでーす。まあ、ジェガン一騎相手であれば、何ら問題ないですね。報告します。ロンドベル隊がフィフスルナへ向かって高速移動中です。そうそう。来たな。フィフスの核パルスエンジン点火作業には時間を要します。点火完了まで。フィフスルナの攻防戦の中で、アムロとシャアがね、再び相まみえたシーンが映画の中でありましたけど、今回の勝利条件、核パルスエンジンの点火ですね。開発部より新兵器の開発が終了したと報告があります。新兵器の開発、これなんだろう、レウルーラかムサカか確認します。レウルーラ完成ですね。ではロンドベル隊と交戦していきましょう。ここにいるのがまあおそらくアムロじゃないかなと思いますね。まあ、そのアムロ、まだこの時点ではリガ髄に乗っている、まあ、程度ではありますので、まあ、ここでね、リガ髄のアムロを早めに仕留めておきたいかなと思います。シャリアブルももう前面に出していきましょう。このリガ髄誰も乗ってないな。こっちに乗っていたのがアムロか。うかつだったな。シャリアブルのアルパージール、持つかな。イリアのヤクト動画でも支援をしましょう。さらに、この辺りにはね、ギラ動画、ギラズール、大量に配備してありますので、これも出撃させていきます。ギラ動画の指揮官機ですね。これもですね、ある程度改造済みです。で、このギラ動画の指揮官機に関しては、総司令官モードになってから改造してるので、まあ、改造度合いがね、少し弱いんですが、まあ、その分、これ以降を作るものは全て改造済みという状態で出てきてくれるので、まあ、そこはね、大きなポイントかなと思っています。フルフロンタルです。6機のジェガン相手に、打ち合いからだったら3機、まあ、できれば4機ぐらいは沈めてほしいかなと思うんですけどね。3機撃墜でーす。エネルギー切れがちょっと怖いのでね、そこだけ気をつけましょう。アムロのリガズリ、アルパージール。これは、シャリアブルが乗ってまーす。さすがにアムロ強いな。格闘戦挑むことによってこれ逆に、返り討ちに合いそうだな。さすがアムロ、強い。次のターンで確実にアムロをフルフロンタルのシナンジュで撃墜しに行きましょう。
まあ、無駄にギラ動画を失ってしまいましたね。フロンタルのシナンジュとアムロのリガスイです。いやー、アムロ強いなー。マックス改造済みのシナンジュで攻撃がまともにヒットするのが半分ぐらいっていう状況ですね。ティフスルナに取り憑かれてしまったと思うので、次のターンで確実にアムロを排除する必要がありますね。核パルスエンジンが破壊された。やられてしまったな。止めきれませんでしたね、アムロを。報告します。ネオジオン艦隊の再編が完了しました。ムサカ級が完成してます。これでムサカを何隻か作りましょう。フィフスルナの核パルスエンジンが破壊されました。作戦は失敗です。おのれ、どうあっても邪魔をするか、ロンドベル。報告します。連邦政府との会談へ向かう送迎船の準備が整いました。送迎船からロンドベルの注意をそらすための陽動作戦もまもなく開始されます。総帥、兵の士気高揚のため作戦前に演説をお願いいたします。ああ、これよりロンドベル陽動作戦を開始する。諸君らには追撃するロンドベルの艦隊に陽動をかけてもらう。単純な作戦ではあるが、無事任務を果たしてスイートウォーターに祈祷してもらいたい。以上。結構です。これでは同化だよ。いや、ネオジオンの総帥としてイメージ作戦をしませんとな。開発部より新兵器の一連の映画でもあったやり取りでしたね。開発部の報告をご覧になりますか。ではムサカ級を何隻か作っていきます。良い知らせを期待しているぞ。お任せください。これよりロンドベル陽動作戦を開始する。モビルスーツ隊は私に続き艦の前、しばらくの間敵の目をこちらに引きつける。ではロンドベル陽動作戦に入ります。ムサカ級を、まあ、マックス生産しちゃいましょう。これでちょっと資源が不足してくるっていうのがあるので、より一層ですね、モビルスーツの損失には、気を配っていきたいと思います。報告します。月方向から敵新型機が飛来しました。ガンダムタイプのようです。ニューガンダムが来たな。この陽動戦の中でアムロが気づいて、ニューガンダムで攻撃仕掛けてきましたよね。ここにいるのがそのニューガンダムのアムロだと思われます。一方、シャアの方もですね、ナイチンゲールを受領してますので乗り換えましょう。で、サザビーちょっともったいないんですけど、そうだなぁ。イリアあたりをちょっと戻して、ナイチンゲールに乗ってもらいましょうか。で、いずれこの、ヤクト動画にもね、誰か人を乗せたいと思います。ギュネイは今、陽動作戦に出撃中なので、このヤクト動画、ギュネイ専用機は空っぽです。さて、アムロのニューガンダムに、シナンジュのフロンタルで、まあ、どこまで戦えるかですね。さっき、まあ、残念ながら、敗退、事実上しましたからね。まあ、本来だったらね、あそこでやっぱり
しっかりフィフスルナの核を守ってもらいたかったところだったと思うんですけどね。ブライトのラーカイラムにシナジュ奇襲攻撃仕掛けます。それでラーカイラム沈めておいてアムロのニューガンダムを迎え撃つっていうね、体制作りしていきたいと思います。激震でーす。グラップ級もアルパージェルで激震しておきましょう。まあ、シャリアブルもね、もっともっとレベリングしていきたいところですからね、どんどん前面で戦っていきましょう。もうこれから地球からクラップ級がガンガン打ち上げられてくると思うので、これをアルパージール、あとはサザビーに乗り換えたイリアあたりでね、どんどん落としていくっていう戦い方になるかなと思います。ハマーン、ララ、プル、プル2のキュベレーチームはアクシズ方面に先行中です。クシャトリアはサイド3から引き上げて、アーバーワクー方面で陽動作戦に参加中です。シャ、ナイチンゲール、ウィジンです。まあ、ここはまだ未作敵のユニットを含むジェガン6スタックが相手だと思います。まあ、ここもできればね、3機4機と沈めて欲しかったんですけど、まあ、未作敵というのもあって残念ながら、思ったような戦果が出ませんでしたね。ただ完全に、バーワーク方面の敵沈黙させることができました。さすが、シャア。そして、フロンタルですね。イリアはシャアからサザビを、まあ、譲り受けた形ですかね。グラップ級撃沈でーす。アルパージールのシャリアブルもちょっとずつエネルギーが切れてきてるんで、どっかで回復させて、もう一度前線に戻ってきてもらいたいかなと思います。ここもリガズイの3スタックだったんですけど、だいぶ贅沢な使い方してましたね、結構ね。総帥、会談の出席者を乗せた小型艇がロンデニオンに到着しました。陽動作戦。陽動は成功です。これよりスイートウォーターへ帰還します。総帥の至急お戻りください。了解した。あとはオルストたちがうまくやってくれることに期待しよう。はい、というわけで今回フィフスルナの、地球への落下作戦、まあ、これ残念ながら失敗してしまいましたけども、それとあとはスイートウォーター付近での陽動作戦2つプレイしました。いかがでしたでしょうか。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。